スタジオリバーサイド。はい、こんにちは、竹下敦です。ちょっと夢を見たんで、夢の話をしたいと思います。多分こう仮想空間みたいな世界を作ってて、そこの現場監督なんですね。でね、何度でもやり直しができる世界なんですよ。で、今の世界の前の世界でね、これからどんな世界を作ったら、人間がね、幸せに生きていけるかっていう実験をしてる、そのグループみたいなのの監督なんです。で、まず思いついたのが、すべてね、できるだけ円で設計したものを配置する世界で、ね、これが意外とうまくいったんですよ。例えばね、ドアとか建造物なんかはね、なるべく角がなくて、全部丸で構築した世界っていうのを作ってみたら、すごく風のね、抜け方が穏やかになったんですよ。どうしてもこうエッジが立ってると、そこにこう そこでこう気流が激しく乱れるでしょ。で、何が起こる、今もそうなんだけど、何が起こってるかというと、そこに埃が溜まるんですよ。で、そうすると掃除するのに、そこ掃除するでしょ。でもいくら掃除しても、そこに埃が溜まることが変わらないんですよ。で円で作った世界は、そのすごく掃除が楽なのと、気流がね、きれいに流れるんで、これは好評だったんです。でもこれ良かったことばっかりじゃなくて、あまりに作ってもらう人たちにもね、お願いして、丸い柱作ってくださいとか言ってお願いするんですけど、あまりに丸いものばっかりを作ってもらってたために、デメリットとしてね、階段なんかの平面加工に対する技術落ちちゃったんですよ。で、これ困ったなと思って、もうちょっとこう階段平らになんないですかねって言ったら、だって竹下さんがね、丸ばっかり作らせてたから、だから職人さんもね、みんな平面作るの下手になっちゃったんだから、その辺はちょっとこう妥協してよって言われて、ああそうか、どっちかに偏っちゃうとね、極端にやっぱりそういうデメリットも起きるんだなって、思ったりしました。でね、何度でもやり直しが効くんで、何回もやるんですよ。もうちょっとこうやってみたら、人が生活しやすくなるんじゃないかなとか思って、何度もトライするんですけど、やっぱり結構性格的に何回も試しちゃう性格なんで、いろんなその出演者の皆さんがね、結構うんざり気味になってくるんですよ。竹下さん、この辺でちょっと終わりにしないっていう感じになるんですけど、なんかもう、すいません、もう一回やらせてもらえますかって言って、でもしょうがねえ、そこまで言うんだったら、じゃあもう一回やりますよって言って、でやってもらうんですけど、ちょっと夢なんで忘れちゃったんですけど、結構思いもやらないようなことが起きて、その人死んじゃったりするんですけど、仮想空間なんで、またこう生き返らされるんですね。で、あそこで死んじゃうときどんな感じでしたかって聞くと、やっぱりこうもう階段を降りるときに、やっぱ滑って、とっさにこう角の部分がないか掴めなくて落っこっちゃったよって言われて、いやなるほどなと思って、で思いついたのが、平面の階段に丸い棒をねくっつけて、でこうちょっとこう逆側にこう R をつけて、でこう手が引っかかるようにした。でそれでもう一回やってもらったら、その人同じシーンで落っこちなくて助かったんですよ。でどうでしたって言ったら、こっちだと死なないねっていう、そういうなんか
で、そう難しいのが、人がじゃあ全然怪我をしないと医療って進まないでしょ。で、そうするとその死んじゃあ死んだ方がいいかな、怪我ぐらいにした方がいいかなみたいな相談すると、いやそれ決めんの竹下さんだからちゃんとその辺のこう、感じをちょっと貫いてくださいよって言われるんですけど、やっぱりこう世界を作ってるんで重荷だなって思いながらも、いや途中自信をなくしながらもね、ちょっとずつこう新しい世界を作っていくっていうね、なんか大それた夢を見ましたでも結構面白かったですよ、でもすごいすごいやっぱり責任は感じましたね。だって次の世界を作るわけだから、失敗しちゃったらだってね、怪我人続出とかいったら大問題じゃないですか。まあそんな感じで今回はたわいもない話ですいませんそれでは、また後ほど竹下敦史でした。